は孫リ、鳥宮山の山麓に鎮座する。南北朝時代以降、春日社と称されてきたが、明治8年にまた称した。また別に、近世以降は、中島社、中島さんとも呼ばれている。縁起式神明朝に、三座と記されており、いわゆる胸方三女神である、たぎり姫の命、沈島姫命、たずんつ姫命の,命の御柱を祀る。 宗方三女神は、宗方氏の放災神で、日本三大実録願行4年3月27日以上に、当社は、左京の宗方神社ともども、区全国の宗方神社の、道神別社であると記され、官票5年10月29日の、大乗官府書院高品忠志っぽ会場にも、宗方大見は道神とある。友の信友は、 胸形徳前の女である甘子娘が天武天皇の皇宮に入って高市美子の母となった縁によって道美子の外籍の氏神として祀られたものであろうと推測しているがそれ以前に宗方氏が本願地から放祭する宗方三女神を分霊分子したものをもされているその後高市美子の光栄である高品氏が死の神として崇め 元業四年に官社に列し、翌五年に本社である筑前宗方神社に準じて、官主職を置き、高品氏をこれに分任するよう定められ、官票五年には修理料として、近在の幼長八人を当てる、胸の大乗官府が下された。演技のせいで三座共に、名神大社に列し、月次、新目の寮祭りにも預かっていた。以後の由緒はつまびらかでないが、 南北朝以後は、高品氏の後営玉井氏の家電に詳しい。それによれば、高品義信が、弟の玉井勝坊入道にしやとともに、赤尾城を拠点に、南朝方に組みして、広告2年7月3日に、渡辺渡ると、志村に合戦した際、当社は陛下にかかって消防し、近辺の車両17丁も、幸福事業となるなど衰退に傾き、 幸福寺の縁で、春日明神とその若宮が感定せられるに及んで、春日社と称されるようになり、宗方神社自体はあってなきが、状態に至った。そのために、昭平九年、高品忠政が自邸内に神霊を移して、中島宗方社と称えてきたが、天正十八年に、玉井忠重が、旧社地に再興し、幕末には、鈴木重種の尽力もあって、 安政六年に改めて、筑前宗方神社から神霊を誕生し、翌万円元年には、社殿等を復旧した。明治に入ってまず無隔者に指定され、同八年に、宗方神社に、また小、同二十一年には、宗方神を主祭神とする定裁に、改めて、同四十年に孫社に昇格した。第二次大戦後は、神社本庁に属している。 日本三大実録に、元行四年に感謝に列し、翌五年には、十一位、君八等であったことが見える。当社の神事は、宇じ子格人を単位とする、大戸屋と、カッコ単位とする、古藤屋の二つの宮座によって採業されている。なお、霊祭日は、昭平九年の高品忠正帝仙座に際して、三月二十七日から九月十九日に改めたと伝えられるが、 現在の祭日は、さらにそれを新歴に改めたものである。天武天皇の時代から、高品氏が奉仕してきたと言い,い、以来明治に至るまで同志が連綿として継いできた。ちなみに、同志は、正しげ以降、玉石を称するようになったという。本殿本殿は三軒二軒の新名作り、銅板武器で胸に地儀勝尾儀を置く。本殿をはじめとする社殿は、 平成21年に改築された。他に、宮谷神社、子供神社と市木島神社が鎮座する。境内入り口には、農学法省流発祥の地の石組みがある。ありがとうございます。